エンドとアーノルドが中盤で連携するわけですな。さあ、スリーバックの左の町田が、あっと、クリアのところ大丈夫かね町田対サラ。町田見た目変わってなくてすごい。な、アーノルドな、今のもな。だって間に合ったからよかったけど、折り返されてたらめっちゃ決められそうな位置だったね。真ん中ダウン、左ちょっと右サラだ、ね、町田プライトありそうかどうかを今日見極めたいっすね。左利き調子にセンターバックっていうポテンシャルがポテンシャルがすごいね。うわー、エンドやった。やったっていうほどじゃないけど。 ワンタッチで叩こうって思いすぎて。ああ、でも結果サラーの前までボール行って。いや、もう狭いところだからワンタッチで叩きたいって思いが先行しましたね。あれやってるじゃ疲れないからね。やっぱマカリスターの方になっちゃうからな。今のプレイするとどうしても間の遠藤につけていいのかどうか不安になっちゃうからね。あそこをね、ミスつかなくなるとハビーニャの代わりになるけど、今はミルナワけにどうしてもなっちゃうねで。1点差の守備固めでは怖い選手になっちゃうね。さっきの超消しにするぐらい残りのね。 85分でプレイしてほしいですね。ばかりと併用できない。併用するなら、エンドを右サイドバックに置かないといけないと思う、ね。僕はそれ一番おすすめですけどね。ただ、ね、セットプレイとか、全般的な右足のキック精度はね、アーノドンとか武器になるから、そのコンディション上げるのが重要ですね。その辺にこの EL 使うのはいいんじゃないですか。だって EL 頑張りたいけど、リバ,あのリバプルのファンの人は CL 券、もしくは CL 券取る、えー、プレミアのタイトル取るはいいけど、EL はそんなに喜んでくれないでしょ、その2つに比べたら。 あと、そういう、試合数も多いし、控え選手の成長を使うっていう考え方になるよね。マカリスターの方がプレス耐性高くて併用するとしたら右サイドバックで、西サイドバック的に入っていくみたいなのって言いましたね。エンドイーターン下の半身から。さあ、町田が裏、ケアして、町田のこと気にしてみたてかったな。でもクラスタイムしっかりあれですょ、ね、試合入れるようになってますね。カシマンの時とか、 めちゃくちゃ背中に入れちゃってたんだけどね。30発だと言われそうだもんね。あれ、見認めた時と監督違うのかなこの監督って。いい監督だなと思ってたんですよね、あの時。監督変わってるか。なんかね、ブライトの系列だといい監督連れてきてんのかなと思うよね。ねえ、街田聞き察知能力高くなってるね。もっとなんかほんとふわーっとしてる感じだったからね。いやー、遠藤の回収からの、そのまま縦パスにつなげたらよかったね。岩ブはこのね、もう、 武骨というかね、この強度の高さをそのまま攻撃の勢いにつなげるみたいなサッカーしてるときがいいっすよね、やっぱ。クロップのイメージはこれだよね。そこすら、そこすら一試合の走行距離チームトップなんだ。ルブスのプレースバックの最高速度がプレミア史上2番目の記録。ええ。いい選手取りましたね。さあ、ここで。あ、いいね、リオット自分で仕掛けてって。ああ、素晴らしい来たね。うわだー <laughs> 決めろよ今のは。さっきのオフサイドになるんだったら、これは決めないとなもらった、こういうところは決めるよ。ボール読んでたとこも変だったしな、最初の。どういうふうにボール動いて、どう決めるみたいなビジョンが追いついてないから、あそこでボール来たとき焦っちゃうんだよ。最初にボール読んでた位置がおかしいから、その後さらにボール出たときに、うわ、クロス来ちゃうってなって、結果、ャリア着手できないような、言い方になっちゃうんだよな。今のは結構もう、やばいけど、まあ、しょうがないの。誰でもそういうことはあるっちゃあるから、ただ。どっちかってそのマネー段階のオフザボールと、 最後の決定力にね、因果関係があるから喋っちゃって。ファンダイクとそうすら笑ってた。そうだろう、おい、みたいな。っ田、日本行った時よりも危機管理能力高いっすね。クロスに対する立ち位置だったり、守備に切り替わった瞬間のプレースバックの速さだったり。いいチーム行ったんじゃないですかね。遠藤以降、処理ミスありましたけど、基本そこからはいいっすね。町田のね、立ち位置開きすぎなんだけど、最近ヨーロッパでこの立ち位置のチーム多いからな、セナルとか。それでちゃんとみんなうまくいってないけど、もうやらせるしかないんだろう。 あそこまで開くと中のパスコースもなくなるからな。なくなったり背中向きになったりとか、前向きで収められない,いな。今のエンドウの予想よかったっすね。カウンターの機会減らした。エンドウとアーヌードポイント被ってるな絶対に譲りたくないアーヌード。このエンドウのけなげにさ、ボールホルダーの斜め後ろでコース作るのとさ、アーヌードの、いや、いいから俺に出しとけばいいんだよっていうね。この性格の違い。その王様側がキャプテンだから。 ハイパスコース、ハイパスコース、ハイパスコースみたいなエンドと。はい、降りてきたんで俺に渡してください。<laughs> 声が聞こえるかのようなね。いや、エンドウ、けなげだわ、ちゃんと。ほんと、ポイントの理論、ちゃんとわかってる。エンドいるおかげでディフェンスラインの横パスの回しが楽になってるもんな。富安さんあの動画相手はとしても絶妙な気の利かたそうですねえ、とかあの、アンカーエンド右サイドバック、富安とかだと、もう気持ちよくビルドアップできるでしょうね。 町田の今のパスの出し方良かったですね。へそでの,の向きで騙して縦入れてみた。あんなんできたっけカシマた時。あれできる選手だったら俺覚えてると思うんだよな。今のね、ファジーつけそうな感じで縦つけるってね。こっちは覚えた感じするよね。今のめっちゃ良かったな。あ、来たーあとはオフある、ありそうな、なさそうな。あ、なかった感じだね。ヤーヌードのキックだったね。 オフサイドなかったかどうかみんな見てるね。そう、アリソン早くてこう良かったね。置いた状態から渡してるからコントロールしやすいし、みんなでここ攻めどころだって感じですごいスピードで上がってってるからね。ニアゾーンなん使うような空気でマイナスを、ダーウィンの判断も良かったね。あ,あ前半終わりか。そのなんか怒られてたシーン見たいな。どこだろうな。ここのコーナーキックのところで強く当たれみたいなやつかな。あーだから、キーパーの前から走ってった選手のところを開けちゃったからだ、遠藤が。 キーパーがマークについていくわけにいかないからね。綺麗にエンドって言って、音声みんな聞こえるんだね。アリソンがコーチングしたけど、それ通じなかったのかなんか。エンド全然あれパス来てる方だと思います、多分。どうだろう。まあ、いっぱい試合見てるタイプの人だったら申し訳ないんだけど、90分とか試合見た時にアンカーがパス受ける回数を置いて、なかなか、あの、アメリカサッカーとかだとそこを抑える文化ないからあるんだけど。 基本、あそこって立ってることによって相手を閉じて、外のパスコース作ってあげて、で、ボール来た時にはミスんないっていうポジションだから、エンドボール受ける回数全然少なくないと思います。エンドの守備食いつきすぎではないと思いますね。むしろ起点のところであそこ出ていかないと、だからあの、全部で出てくるんですよ。あそこエンド出ていかないと確か後ろのスペース埋まるんだけど、そもそもその前で顔上げられちゃうから、裏抜けてくる特に逆サイドのスカスカのところ使われちゃう。 それ見せたいけどね、逆に遠藤が行ってない時にどうなるかっていうのね。スピード乗ってドリブルしてくる相手にかわされるみたいなのは良くないんだけど、カウンターの起点になるところとか、プレスの連動の時にずれてずれて最終的にはクオンさんも出てきてみたいなやつだから。あれがね、遠藤が寄せてなくて顔を上げれる状況だと、逆サイドのあの、アーノードの背中取られると思うんですよね。 エンドの場合、やっぱり、あ,あの、相手が顔を上げきれてない時とか、あと、味方と連携してコースを塞げてる時とか、ちゃんと後ろのディフェンスラインも動作を圧,圧縮してるから、ああいう戦術だと思います。マカリスターと比べてみると分かりやすいんだけどね。マカリスターだと、勝負スライドもそうなんだけど、この、横すらずれ遅れ、縦すらずれ遅れの時があって、それがね、エンドの場合ないから、エンドの守備の評価については、日本のゾーンディフェンス文化に影響していると思います。そうそうそう。なんとなくステイさせるからね。 なんかそっちの方が安心じゃん責任の所在もふわっとするし、改正とエンド気の利き方。でもね、才能は改正どの方があるな。二十歳の時のエンドあんなできないから。改正度若すぎるよな。あれ魔界出てきたらエンドを下げられちゃうかな。やだな。あ、違う。そら。あ、エンドを下げられたエンドを後半も見て喋るために俺ヨーグルト食ったのに。マジか。まあ、ちょっとだけ見るかど,どう変わったかとかこうなるねみたいな。あ、ダーウィンも下がったな。ダーウィン。 いや、ちょっとだけでも残しといてほしかったな。ルイス・ディアスと一緒にな、プレイしてみたかったな。逆にブライトン戦ンスタメンっていう考え方あるから、ね、それだったらね、サラーも下げられたしみたいなね。それだといいけどな。あ,あ、そっか、カーティス出れないからか。じゃあいいね。うん。ポジティブに受け止めましょう、えー。最後まで聞いてくれてありがとうございます。よかったらいいね、チャンネル登録して帰ってください。また一緒にいろいろサッカー界の話を中心に喋りましょう。どうぞんなとこでした。バイバイ。